親針急性骨院長の島です。お願いします。本日は、その鍼灸治療でですね、使うちょっと線香についてお話したいんですね。結構鍼灸師の方もですね、こういう線香を使ってる人多いと思うんですよ、ね。私も鍼灸の学校でこれ使わされてたんで、そのままの延長でですね、インターネットで買って、使ってたんですけど、これ匂ってもね、あんまりいい匂いしないし、あとちょっと接着剤でですね、これを固めてるそうなんで、やっぱりその煙が重たいし、その接着剤がまだ燃えたもこっちも吸っちゃいますしね、あと呼吸器がちょっと弱い、うちの従業員なんかは結構むせることがあるんですね。ですので、これ今ね、あるもんがなくなり次第ちょっと使うのやめようかなと思ってまして、それで友人の鍼灸師の先生にね、ちょっと教えてもらったんですが、お寺なんかで使う本物のお香なんですね。これだけがいいっていうわけじゃないんですけど、これを勧めてくれたんですね。僕も全然読めなかったんですけど、香文木大勲香っていうそうなんですが、創業300年以上あるみたいなんですけどね、インターネットで買えるんで、香文木大勲香っていうのはね、これだけがいいわけじゃないんですが、すごい、良さそうなんで今後これにしていこうかなと思うんですね。ちょっとすごい長いんで、元々のやつに比べると長いんで、3等分ぐらいにしてですね、使っていこうと思うんですね。おー、 very fantastic smell is really different from this one。どう？違いますね。だいぶ違いますよね。はい。だいぶナチュラルな感じするんで、これケミカルなんで、鍼灸師の皆さんでですね、気にする方はこういうのを参考にされてください。また長年使ってると、もちろん自分の健康もそうなんですが、呼吸器の弱い患者さんなんかだとちょっとむせるかもしれないですよね。そういったことも考慮に入れるとまたいいと思います。以上です。